ははい皆さんこんこにちは村長です今日は先日ブリューの1.4.2という最新バージョンの新しい使い方動画というのを発表させていただきましたその中で新規のテキストから動画を作成という皆さんが一番評価をしている動画の作成方法がありますそれがとってもアップグレードしたわけなんですけれどもその中に カスタムのスタイルを作るというメニューがあります。そのことについて少し僕の認識も間違っていたり、でもブリューさんもちょっと今の段階では使いにくい部分もありますよねというような回答をいただきまして、今後はまた若干変わるかもわからないんですけれども、今現在のカスタムのスタイルの作り方をもう一度おさらいして、 今日は報告をさせていただきたいと思っています。ファイルのメニューを押しまして、新規で作成、そしてテキストから動画を作成を選択します。ここは保存はしなくていいですので、保存をしないを選択します。もちろん保存しないといけない方は保存をしてください。次はどの比率の動画を作成するかというところから始まります。こここのところが 全部がわからない方は僕の一つ手前の動画を見てください。概要欄にも貼っておきます。そこで YouTube 動画を選択します。ここなんです。僕は先ほどカスタムスタイルとか言いましたが、My 動画スタイル。正確にはこのお話です。My 動画スタイルを選択します。すると自分がこんな動画を作りたいというパターンを 登録しておけるんですね僕の場合音楽動画のスタイルと自分の歴史あるあるというトークのスタイルと2つ今登録しております新しいオリジナルの動画スタイルを作るこれを選択しますこの時に例えばおとぎ話のスタイルを作りましょうこの名前はあまり深く考えなくって好きな名前でいいですし動画スタイルの説明というのは 入れてもいいし、入れなくてもいいということです。普通でいう、ファイル名を付けるようなものだと思ってください。次へを押します。すると、ここでなんですけれども、普通は、下記のサンプルキーワードをクリックして、文章に挿入してみてくださいとあるのでですね、これをクリックしたりして、そして、説明をしてくださいということなので、ここに説明を、なんとかなんとか、なんとかなんとか、 というふうに書くと思います。そして前回の説明ではここで次へというボタンを押すとですね、スキップと例を入れるというのになりまして、例を入れるを押すとですね、またここに戻ってくるんですよね。ですから僕はブリューさんに質問をしたんですね。これってバグじゃないですかと聞いたわけです。実際はバグではなかったです。 これはですね、こういうふうにするというより、一回元に戻します。ここで、台本の例文というのを押すわけです。例文を入れると、AI がお望みの口調と形式で良い文章を作成しますというふうになっていますので、ここで例を追加というふうに押します。そして、タイトルの例を入力してくださいということなので、はい。 このような面白いおとぎ話だよという語り口調で書きました。こういうふうに語尾などをこんなふうに言ってほしいなというような文章を書くわけです。おとぎ話ですので子供がわかりやすいような書き方をすればいいということになります。ここでですね、昔々のお話です。カメちゃんとうさぎくんが暮らしてたよ。 美味しいお菓子をいっぱい食べたのだ。というような、こういう口調で作ってほしい。こういうのを書くわけです。こうしまして、バッテンを押します。そうすると、台本の例文1という風になるわけです。こうさえなっておれば、ここで300字前後の YouTube の動画を作成したい。このように、どうしたいかというのを書くわけです。そして、 上の見本から300文字前後の YouTube 動画の台本を作成したい子供が読みやすい優しい語り口調でナレーション風に作ってくださいこのように入れるわけですそして台本の例文も作っておくということですそうしましてここで「次へ」というのを押すと先ほどの警告ダイアログのようなスキップ というようなものは出てこなくって、次の設定ができるような画面になるわけです。ここで、和社がいつも使っているものと違う場合は変更をしてください。今、男性の声ですが、女性の声に変更してみましょう。この春日ガベツムさん、これを使いましょう。そして確認をします。次は、画像の雰囲気などを設定します。 子供向きですので 3D モデルというのにしてみましょう。そうして色調などを選択することもできます。赤っぽいのとかいうようなこともできるわけです。今回はビデオは入れないようにします。このようにしましてバッテンで閉じてください。今度は BGM を選択します。変更から楽しいというのを選びましょう。こうして完了。 というのを押します動画スタイルの作成を完了しますか完了。こうしますと右の方に今設定したものが出てきました。ここでテーマは動物王国というふうな名前にしようと思います。ここにおすすめのテーマというのがあるのでこの中から選んでというのもいいんですが自分は動物王国という テーマの名前をつけたいときは、ここで更新を押すと、この動物王国というタイトルが含まれたような提案もしてくれます。例えば、不思議な能力を持つ動物たちの物語。くるくるハリネズミと空を飛ぶウサギの冒険。まあこんな風に出てきて、これでも気に入らないときは、また更新というのを押すと、 上に動物王国と書いてますので動物のことばかり出てくるようになりますじゃあこの動物王国の不思議な日常というのを選択しましょうそうするとこれがテーマとして確定されますそして AI で文章を作ります台本を作ってくれていますはい。 300文字程度と言いましたので、このぐらいの長さになっておりますが、もしこれで足りないと思えば、続きを書くというふうにしてください。そうしまして、完了を押します。このように少し PR の文章が出てきます。1ヶ月に無料で使える画像とかというのは、100枚というふうに決められていますので、その範囲の中でやってください。 どうしてもそれ以上の動画を作りたいときは、有料プランの方に移行することが必要です。確認をします。はい。作成した台本で動画を作りますか完了。今、3D の画像でですね。そして、僕が指定したような語り口調で多分作ってくれると思います。はい。できたようですね。今、構築中です。はい。 ちょっと字幕が大きいようですし、子供向けに作りたいので、もう少し本当を可愛らしくしたりというふうにやってみます。書式のメニューから基本書式というふうになっていることを確認します。なっていない人はどれかのクリップをこのように選択してしまってある場合があります。左の白い余白のところを押しましょう。そして基本書式にします。 フォントを入れ替えます。ラノベポップ。これを選んでみましょう。そして、もう少し小さめの文字にします。110。輪郭はこれでいいですね。必要に応じまして、開業のタイミングが悪いようなところはですね、このようにして開業タイミングを変更して見やすい字幕を作りましょう。これで完成したということになります。 僕がスタイルで指定したような口調とかになっているか確認します。ちょっと不安に思っているのは、3D の画像で作りたいと設定したはずなのに、第1番目のクリップ自身が通常の写真になっています。もちろん全部が 3D になることはないんでしょうが、ちょっと気になっていますが、皆さんと一緒に見ていきましょう。皆さん、こんにちは。 はい今鳴らしかけましたがちょっと BGM が大きいですねそういう時はここの BGM のところを押しまして音量の調整というので20ぐらいにしておきましょう。19にしました。もう一度最初から皆さん こんにちは今日は動物たちの不思議な日常をご紹介しますある日の朝サバンナの王様であるライオンが起きて大きく伸びをしましたそしてゆっくりとサバンナを歩いていきますすると木の上で1匹のサルが大騒ぎしているのを見つけましたライオンは近づいて聞いてみるとサルの友達がどこかに迷子になってしまったとのことでしたライオンは困った顔をしてサルを励ましながら 一緒にに友達を探すことにしましたしたばらく歩いていくと川辺でカバが大きな泥の中に潜り込んでいるのを見つけましたライオンが声をかけるとカバは恥ずかしそうに出てきましたカバは誰かに笑われるのが怖くて泥の中に隠れていたのだそうですライオンはカバに自分たちが友達のサルを探していることを話しましたカバはすぐに協力し泥を落としながら一緒に探すことになりましたすると。 森の中から1匹のキリンがやってきて大きな首を振って驚きましたなんでみんな泥だらけなのとキリンは笑いながら尋ねましたライオンとカバはキリンに友達のサルが迷子になったことを話すとキリンも一緒に探すことになりましたするとどこからともなくクマがやってきて大きなクマのぬいぐるみを抱えていましたクマはどうしたんだいみんな一緒にいるの 特殊そうに言いました仲間たちはクマに友達のサルを探していることを伝えるとクマも一緒に加わることになりましたみんなで一緒に探すと森の中にサルを見つけることができました友達たちは喜び大きな動揺を交わしながらこの冒険を振り返りました彼らが学んだことは 友達や仲間と一緒に協力することの大切さでしたそして一緒にいる時はいつでも楽しくなることを再確認しましたみんながおしゃべりしたり笑ったりする中不思議な一日は終わりはい僕の評価を言います70点ですというのは僕は動画は使ってほしくないと設定しましたただし 3D の画像は確かに多かったです。でも 2D のイラストもありました。そういうところを鑑みて、そして今度は語り口調ですね。これがん僕の指定が悪かったというのも少しはあると思うんですけれども、僕が思っていたイメージ、それとは少し違った感じでした。ですから70点ということです。 まあ、この評価は、こんだけ便利なソフトを無料で使わせていただいているブリューさんには厳しすぎる評価かもわかりませんが、今後もバージョンアップをしていただくことを期待しています。村長スタジオでした。